長の柳だ。今日からよろしくね。そっそうです。よろしくお願いします。希望の広告代理店に入社することができ、研修の1日目が始まった。この間の企画の進捗はどうなってる？あとはプレゼンの準備だけです。すごい、皆さん社会人の顔をしている。当たり前だけど。最初は分からないことだらけだろうけど、少しずつ覚えていってね。はい、頑張ります。私も社会人の顔になるぞ。で、こちらは研修期間君の教育を担当してもらうエンジだ。いや、俺の名前はエンジ。趣味は読書、ジャンルは自己啓発本くらいしか読まないかな。他にも朝ランニング、豆からコーヒーが引くのも好きだね。モナッターのフォロワーは780人で、使ってるパソコンのスペックはいい感じのところのいい感じのやつで。情報多い。わからないことがあればこいつに聞くといいよ。あ、わかりました。よろしくお願いします。あれ、なんて名前だっけ。というわけで私の OL 生活がスタートするのであった。よし、じゃあ早速教えてくれ。昨日メールで研修期間は自分の使ってるパソコンを持ってきてってリマインドしたけど、持ってきてるかな。はい、用意してきました。え、ちょっと待って、これだいぶ前のパソコンじゃない？すみません、あまりよろしくなかったですか？いや、仕事のフローには支障ないけど、こんな時代遅れのパソコン使ってて笑われないの？人間アップデートには時間かかる分シビアだけど、物はイージーにアップデートできるんだから、もったいないよ新人くん。そうですよね、イージーにアップデートですよね。ソラくんどうだい、エンジとの研修は？そうですね、学ぶところが多く頼りになります。仕事への意識が高そうな方なので緊張しますが。そうか、そうなんだよな。意識だけは人一倍高いんだが。どうしました？あ、いやいや、なんでもない、こっちの話だ。エンジのやつちょっと変わってるけど、悪いやつじゃないから。どういう意味だろう。先輩、この資料はどこに集めましょうか？おいおい、新卒くん、日本語の使い方がおかしくないかい？集めましょうかだと、まるで俺も一緒になって集めるかのようなニュアンスじゃないか。集めておけばいいですかとかの方がナチュラルな気がするけど、どうかな。すみません。君って本とかあまり読まないでしょ。確かに本はあまり読まないですね。本は読んだ方がいいよ、人生の半分以上は損してる。じゃあ私だいぶ損しまくってますね。読書するだけで価値観が変わるんだからさ。まあ価値観が一緒になったら、ぜひご飯とかも一緒に行こうよ。そうですね、ぜひ。それじゃあ。待ってください、結局資料はどこに。よし、じゃあ研修生は今日はもう帰ろうか。お疲れ様でした。あ、疲れた。お疲れ様、新卒くん。そういえばさっき君のリポートをチェックさせてもらったよ。タイトなスケジュールの中確認したから、ちゃんとフィードバックできてるかわかんないんだけど、まあ9大点ってどこだったかな。 ありがとうございます。ただ君はもっと本を読んだ方がいいよ。また本の話だ。なんていうか、もっとさまった方がいい。アサマリーのことね。サマリー、そうそう、この本最近の俺のおすすめだから貸そうか。あの有名企業の富士社長が書いた本なんだよ。 ありがたく拝読させていただきます。実は俺、富士社長には昔お世話になってね、今でも仲いいんだよ。そうなんですか、すごい。まあ俺の高いポテンシャルがそういう人脈につながったっていうか、まあうんぬかんぬんぬかんぬん。さすが、しっかりしてる、すごい、世界一、尊敬する。ふう、疲れた。エンジ先輩何でも教えてくれるけど、結構気合っちゃうな。はあ、死亡終わった。フォローリクエスト、これエンジ先輩。なんでエンジ先輩が私のアカウント知ってるの。翌日、エンジ先輩おはようございます、今日もよろしくお願いします。ねえ、ちょっとひどいよ、昨日モナターのフォローリク送ったのに無視なんて。これエンジ先輩だったんですね。はあ、どう見ても俺でしょ。すみません、 SNS 用にわざわざ撮ってもらったアイコンなんだから。分かったら早くフォローしてよ、早く承認してよ。同じ部署で働いてるんだから、 SNS 繋がっておきたいし。いやいや、私のアカウントは基本どうでもいいことばっかりつぶやいてるので、人に見せるものでもないので。やばい、あんなの見られたら絶対バカにされる。日頃のコミュニケーションを密にして、エンゲージメントを高めることで、チームのパフォーマンスが向上していくんだよ。さあ、リクエストを受けるんだ。わかりました、別アカ作ろう。これは一体どうなっているんだ、ソラ君。なんだなんだこのだらしないツイートは。こんな無意味な投稿をしてて誰のためになるんだ。もっと有益な情報を発信しなさい。希望は白米うま、ポンデリング食べたい。こんなんじゃフォロワーは増えないぞ。いや、フォロワー欲しいわけじゃないんで。今日から研修期間が終わるまで、仕事で学んだことは SNS に投稿するんだ。翌日俺が採点する。 SNS の戦略というものを上司の俺がみっちり教え込んでやる。結局リクエストを承認してしまった私は、自由に発信できるはずの SNS が窮屈な環境になってしまったのだった。研修期間も次半年後。エンジとソラ、ちょっといいか。どうしました？実はとある企業との共同プロジェクトが始まるんだが、それをうちの部署で担当することになったんだ。とある企業？案件の詳細は会議やメールでも伝えるが、あの富士社長が経営する大企業だ。富士社長？そんなビッグ案件を俺にアサインしていただけるなんて、ジーザス。ソラもだいぶ成長してきたことだし、今回の案件に関わってもらおうと思う。二人とも大丈夫だな。はい、一生懸命頑張ります。必ず結果にコミットします。富士社長の大企業、絶対に失敗できない。頑張らないと。一大プロジェクトが
が動く中、部署内にはいつもより張り詰めた緊張感が漂っていた。一人を除いて、あー来た、来てしまった、俺の時代。何それ意味わかんない。多分意識の高さがピークに達した意識高い現象でしょ。エンジさん最近ずっとあの調子よ。仕事進んでないけど大丈夫かな。あーダメだダメだ、君のプラン何一つアグリできない。下の方のもう一円はいかがでしょうか。ノーノー、これもダメだ。ゼロベースから俺を鳴らせるものを持ってきてくれ。最近また横文字が増えてきたな。エンジ、お前も企画案ちゃんと考えてるのか。部長、喋りかけないでください。あーもう今いいのが降りてきてたのに。いや俺部長だよ。お花畑状態の先輩は差し置いて、部署内でなんとかプレゼン用の企画案をまとめた。よし、次のプレゼンはこの案で勝負する。各自何を聞かれてもいいように目を通しておいてくれ。はい。ソラ、明日のプレゼンは俺がやるよ。え、一応部長には企画発案者の私が行うようにと。外部でのプレゼンは初めてだろ、俺に任せとけって。そうですね、ではお願いします。そしてプレゼン当日。では最後の企画案をこちらの2人からプレゼンさせていただきます。同じ資料を配布させていただきましたので、そちらもご確認いただけますでしょうか。うわ、知らない人の前で発表ってこんな緊張するんだ。では今回の企画について私の方からご説明させていただきます。ほんとこんな時でも堂々としてるな。エンジ先輩に任せてよかったかも。皆さん、今日は世界が変わる日だと思ってください。革命的なアイデアを私が持ってまいりました。すごい話の入り方だな、これがプレゼンか。革新的なアイデアというのは考えるものじゃない、降りてくるものなんです。そう、先日私にはそんなジャックアイデアが降りてきたのです。ポッタン。おい、エンジ、普通にプレゼンしてくれ。この企画、確かに若い世代に行きはいいですが、もう少し高い年齢層も視野に入れターゲットを変更しましょう。また男女ではなく、どちらかの性別にターゲットを絞るべきです。エンジさん、なんで今変えちゃうの。変更となると、いただいた資料と内容が変わってくるので困るのですが。そう、これは変えたのです。いいプランというのは最後の最後まで認め直さなければいけないのです。私は今朝までずっとこの企画を一人で考え続けてきました。その結果、変えるべき点をいつも発見したのです。おいおい、社内で決めたことを独断で変更するな。それは困ります。一応前もっていただいた資料を弊社の上層部に提出していますので。そんな古い形じゃ新しいものは生まれません。何やら騒がしいですね。まさか社長自らこちらにいらっしゃるとは。お見苦しいところをお見せして申し訳ありません。実は今回のプロジェクトの企画案の内容に変更がいくつもあるみたいで。リモートで聞いていましたよ。また大変な会議ですね。そのやはり見直すべき点があったんじゃないかと。見直すべき点について検討することはいいことだと思いますが、ただ独断で決めて変更するのはよろしくないのではありませんか。チームワークがおろそかなプロジェクトは長続きしませんよ。ああ、富士社長の著書にも同じことが書かれていましたよね。私の著書をご存知なんですか。はい、エンジ先輩から富士社長の本を勧められて読んだんです。特に第2章が今の自分に重なって、とても勉強になりました。それは嬉しいですね。私もあなたくらい若い頃に書いた箇所なので、通じるものがあったのかもしれませんね。最初は正直暇つぶしで読んでいたんですが、どんどん社長の本に見せられていったんです。そうですか。暇つぶし。こんなすごい本を書かれた方とエンジ先輩が知り合いだなんて聞いたら興奮しちゃって。はて、知り合い。あはは、お久しぶりです。申し訳ありません。人の顔を覚えるのは得意なんですが、どこかでお会いしたことはありましたっけ。いやいやいや、やだな社長ったら。前にお話しさせていただく機会あったじゃないですか。5年前に自分がバイトしてた焼肉屋に来ていただいて、その時接客したものです。知り合いって、もしかしてバイトの接客しただけだったんですか。申し訳ありません、さすがにそこまでは覚えきれないです。ですよね。そうでしたね。この際みんなで楽しく意見を出し合うというのはどうでしょう。この人数ならきっといい案がまとまりますよ。そんなお忙しいのに申し訳ないですよ。いえいえ、好きでやっていることですから、楽しい時は脳がよく回るものですよ。社長を交えての会議は楽しく、みんながいくつも意見を出しながら進んでいった。ソラさん、その案素晴らしいですね。本当ですか。本物の意識高い人を初めて目の当たりにした刺激的な時間だった。とてもいい案だと私は思いますが、彼女の先輩としてエンジさんはどう思われますか。そんなにいい意見ですかね。そもそもこいつはまだ1年目ですし、企画を出すにはまだまだ早いと思いますけどね。なんと新入社員なのですか。そうなんですよ、まだペーペーの新人なんで。こいつの成長のためにもビシバシ言ってやってくださいよ。素晴らしい、1年目とは思えない企画力ですね。はあ、いやいや、それなんてただ若いだけのやつですよ。知識もないから重要なパーソナルメディアである SNS でも情報量ゼロで。エンジさん、ご冗談を。 SNS は好きなことをつぶやく場所ですよ。でも本も読まないし、スキルアップもしてなくて。確かに読書はいいものですね。あ、読書といえばエンジさんは私の本も買って読んでくださったそうですが、内容はいかがでしたか。頑張って書いた本なので、よければご感想を伺いたいのですが。特によく見たのは、はい、目次ですかね。ちょっとトイレ行ってきます。多分長い時間かかりそうです。
通じる。エンジ先輩はそのままトイレに閉じこもったきりプレゼン終了まで出てくることはなかった。翌日。あれ、エンジはまだ出社してないのか。確かにまだ見てないですね。まあ昨日あんなことがあったんだしな。僕ちゃんと出社してます。エンジ、お前いたのか。なんでそんな隅っこ暮らしに。何を言ってるんですか。ずっといたじゃないですか。ソラさん、昨日は企画採用おめでとう。これ今日の作業分ね。全部終わったら直接部長に渡しといてください。はい、透けてる。では失礼します。その後も先輩は一切目立たなくなり、空気薄い系のエンジと呼ばれる存在になったのであった。